高知 ICE のインターチェンジ間鏡川橋から高知方面を望む四万都町東 IC、四万都町中央 IC 間終点方面を望む高知自動車道は愛媛県四国中央市の川野江ジャンクションから高知県スク市のスクモワインターチェンジに至る高速道路である。略称は高知道。高速道路ナンバリングによる路線番号は川野江ジャンクション高知 IC 間が E32、高知 IC スクモワダ IC 間と、他に路線及び、松山自動車道の松山インターチェンジ、津島岩小 IC 間が E56 と各区間割り振られている。また、高知 IC 四万都町中央 IC 間は、標識や西日本高速道路株式会社のホームページなどでは、高知自動車道と案内されているが、高速道路ナンバリング路線図や、 一覧の日本語版では、四国横断自動車道と案内されている。須崎東 IC、須崎西 IC 間は、須崎道路、四万十町中央 IC、黒潮佐賀 IC 間は、久保川佐賀道路、黒潮佐賀 IC、黒潮大方 IC 間は、佐賀大型道路、黒潮大型 IC、四万十 IC 間は大型、四万十道路、四万十 IC、スクモアダ IC 間は、中村スクモ道路であり、 それぞれ高速自動車国道に並行する一般国道自動車専用道路である。国土開発幹線自動車道の路線名は四国横断自動車道でその一部にあたる。四国山地を縦断する山岳道路であり、川野江東ジャンクション南国 IC 間には約5 0トルの区間に上り線22本。 下り線19本ものトンネルがあり、2008年7月31日に川上東ジャンクション高知 IC 間の全線4、車線化が完了するまでは、県境付近のトンネルが暫定2車線で、トンネル内部の道路照明灯も暗かったため非常に走りづらく、死亡事故も発生していた。須崎西 IC スクモワダ IC 間は、 国土交通省の進捗活方式により建設されており、通行料金は無料になる。そのため、土佐パーキングエリア須崎東 IC 間に須崎東、本線料金所が2007年7月31日に強用され、須崎東 IC 料金所は撤去された。上部港が流出した立川橋トンネルの数、ハイウェイラジオ24時間。 交通量道路交通センサスより一部データを抜粋して作成。ありがとうございます。